はい、それではね、藤原産業さんのブースへ来ています。これ皆さんね、 SK11 と言われる方いますけれど、訂正しておきます、 SK11 ですからね。はい、お願いしますよ。はい、藤原さんということでね、 SK11 ということで、こちらです。インパクトフック、マキタからね、173が出ましたよね。それに対応したフックが今回ね、新たに、登場したということで、この後ね説明してもらいましょうか。はい、はい、それではね、藤原さん、商品の紹介をお願いしたいんですけれど、はい、新たにこのインパクトフックが、出たということで、これどういったことになってるんでしょうか。はい、はい、先ほどもありましたように、マキタさん その最新機種が発売されまして、今までと機種の違いといえば、はい、この操作スイッチですね、操作スイッチは今までは前側についてたんですけども、はい、新機種は後ろ側につくことによって、はいはい、結構ですね、ここの出っ張りが多くなってしまったので、今まで弊社が扱ってた既存の商品では、この後ろの部分が当たってしまって、対応できないというふうな声が、お客様からかなり多く上がっておりまして、はい、それに対応した、新型、マキタさん その最新機種に合わせたフォルムで、新しく設計させていただいたインパクトフックがこちらになります。なるほど。で、種類としましては、はいはい、右手用と、両方ついてる、両方ついてる、つまり左手でも、はい、右左兼用ということで、兼用。ああ、なるほど、いいですね。はい、あともう一個いきましょうか、はい、この頭の部分に、はいはいはい、こちらですね、ヘッドタイプですね、はい、ヘッドタイプもですね、新しく今回発売させていただいてます。なるほど。でヘッドタイプにつきましては、新機種っていうのは、今までこの TD172 はライトはここにライトがついてたんですよ、でも今回の新機種っていうのはこちらの部分にライトがついてて、ちょっと旧タイプが今ないんですけど、今までのタイプだとライト部分を隠してしまうような感じになってたんですけども、今回の対応機種に関しましては、ここの部分をかなりライトが邪魔にならないように設計しまして、操作するときでもライトが邪魔にならないように、うまくかたどった、なるほど、はい、照度がほとんど変わらないような感じ で、うん、はい、ヘッド部分を設計させていただいた、インパクトフックになります。なるほど、はい、これちなみに藤原さん、ものすごく使いやすいフックで、私も周りの職人に勧めてるんですね、はい、実は、はいはい、これちょっと今ね、腰道具今装着されてるんで、ちょっとぜひそこへ装着されて、はい、そしてちょっとカチャッと抜いてもらっていいですか。カチャッと抜いて、はい、そうですね、どっちで行きましょうか。そしたらちょっと前気味で、そうですね、今見えましたかね皆さん。ちょっともう一度行きますよ、はい、お願いします。で、使うときはそうなんです、そういうことなんですよ、こうやってもすぐ作業ができる、はい、そして逆に後ろでも引き抜くことができると、はい、後ろでもできます。これですよ、すごくね、そのだから体勢によってもそうですね、そうですね、かがんだリスタートときは、そういうことです。で、なるほど、ここが当たるので、はい、後ろに向いてもらってもすぐ、はい、私が言いたいことすべて言ってくれました、はい、ありがとうございます。取れるというような状態になっております。はい、ありがとうございます。今回ね、新たに、藤原さんから、シリーズ、右手用、そして右左兼用と、そして頭につけるヘッドのタイプということで、この3種類、はい、これはいいと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと皆さん見てください、インパクトスイングアップホルダーということで、こちら藤原さん、これは何ですか。これはですね、はい、実際取り付けた形状というのはこういうような形状になりまして、あ、なるほど、はい、本体につけるアダプター部分 と、腰回りにつけるホルダー部分、はい、これがセットになった商品になった商品。こういうものっていうのは、よその他メーカーいろいろ出してますよね、はいはい、何が違うんでしょうか。どちらかというと、はい、電気屋さん、電気屋さん、設備屋さん、設備屋さん、設備屋さんでよく好まれるような商品なんですけども、まずその商品の説明させていただくと、このアダプター部分にこれホルダーを軽くかけることで、もうそこでロックかかってるんですね、はい、ちょっと待ってください、はいはい、見なくてもカチッと、あ、そこへ収まるようになっていると、はめることができる、はめることができると。で、上下にずれても、はいはい、落ちることがない、脱落することがないということで、で上に上げると今抜けましたよね、抜けた、多分なぜ抜けたかわからないと思うんですけども、はいはい、これで
抜ける。そこで抜ける、あ、なるほど、その角度でアダプター部分に、はい、秘密があったんですね。秘密がありまして、なるほどね、下を向いてるところ、ね、ところは、うん、落ちないようになってます。落ちないように、で返すと初めて抜ける、このテーパー部分が薄くなってますので、入れて抜けるっていうような形状になってますので、電気屋さん、まあ、設備屋さん、はい、ということですか。こちらの商品も、はい、まあ、うん、各社、まあ、今でいうとマキタさんであったり、はい、あと廃工機さん用は、まあ、廃工機さん用のアダプターっていうのが別にありまして、うん、あるんですね。廃工機さんの用はやっぱりマキタさんにはつかないようになってます。あ、なるほど。ちょっと何が違うかというと、うん、ここの爪の長さが、はい、その各社メーカーさんによって違うんです。深さが違うということで、はい、なるほど、そこのまあ違いだけになってしまいますけども、はいはい、そちらで2メーカー分様ご用意させていただいて、ご用意しているということで、はい、なるほど、ありがとうございました、はい、ありがとうございますはい、藤原さんでした、はい。